このですね神宮外苑の再開発の話をちょっと知っておきたいんですけれども、うんうん、私もねちょっとあの昨日山田さんと話しててえっと思ったんですけど、はい、これね坂、ね、本龍一さんがねあの望月さんのところにメッセージを送ってきて、うん、最後東京新聞の大きいインタビューにつながるわけですけどその坂本龍一さんの言葉で、うん、やはり今反対運動がもう一度盛り上がってですね、はい、じ事業者がいろいろ 住民向け説明会するとか言ってるわけですよね。うんうん、そしたらこれが4月28日の朝日新聞ですけど、ねね、地,面地面のねカラー広告でこの出てるわけですよね。あの神宮外苑を未来に繋いでいくと、うん、ちょっとね山田さん、これ,これでもれ、うん、なんか。 但し書きで、ただしこのような、あの、ものになるとは限りませんという、なんか。但し書きもあるんですよね。これそのように見えるんですけど、これ。武田三井不動産と明治神宮と、うん、それからジャパンスポーツっていうね。う伊藤忠、ね。それと伊藤忠。うん、この四社が、この推進母体を作ってて。これそれがれ、えー、日経新聞、読売新聞、朝日新聞の。4月28日の紙面に、ドーンと、カラーで、出しました。 いくら広告料を払ったか分かりませんそれでこういうのって混ざって少なくとも朝日新聞だったら社説で慎重にしろということも書いてるし、まあ、特にアイラドットがですねいろんな批判的な意見を相当載せてるだからこういうことをやっていいのかっていうことを少なくとも編集とか論説が問いかけてる時に広告が事業者の、まあ、主張をそのまんまこうやって載せてですね、えー、まあ言ってみりゃ この新聞各社にはお金払ったよって言わんばかりの広告ですよね。カラー広告はね、今まあかなり単価下がってると思いますけれども、数は数千万ですよね。何二千万、三千万って言われした。ですからね。ちょここにえっと掲載のバースやイラストはイメージです。今後計画を進めていく中で変更の可能性ができますので。これ嘘ってこじゃないですかね。それでね、これについてはね、デモクラシータイムズで山岡さんがえー 東大の市川先生と女性のこういう環境問題とか、うん、え詳しい人にこの、えー、三井不動産やなんかがやったこの環境影響評価の手法みたいなものをまあ徹底的にこう批判してます、うん、もうほとんど素人が何も知らない人が勝手に自分たちの筋書きだけで作っててとても学術的に検討する余地もないとこれはあの 全く愚かで知らないのか、うん、それとも分かりながら意図的にこういう認識をしてるのかということで甚だ遺憾に思いますということをおよそ1時間にわたってですね説明してますからぜひ読んでくださいあの見てくださいこれはやっぱり本当にあのしかもその石川さんたちのグループだけじゃなくて、えー、日本一等星っていう、ね、その文化団体ユネスコなんかでね、はいはい、活躍してるここも やややっぱりりこのの方あとても調査っていうのは学術的に見ても問題があってず産なもんだと。というにもかかわらずこの間党、えー、の会議開かれたらまあ事業者のこういう言い分は一つ理解できるみたいなことになったというんだけどもでもまだ途中ですよ。それであのー、石川先生が盛んに言ったのはこれおかしいよと言ってこの事業者に対していろいろ働きかけたらあ それでしたら、一度お話を聞くような会議画面を持ちますって言ってたのに、何にもやらないでいきなりこれですと言って怒ってました。あの、うんうん、いや一緒に話をするって言いながら全くそういう素母にすらないとあ言ってはいたんだけど、ってことです？うん、じゃあまずそれはない。でも、この記事だと今後住民向け説明会検討っていうのは朝日の記事こういう一面広告が出てすごい反発出ますよね。ネット上で。 で,きでこれぐらいねお金使えるんだったら住民説明会開けってすごい声が上がって検討するかやるかどうかわかんないね。検討するけどやり。ね、だって住民向け検討説明会したら検討したいですよ。うん,そのん 再開発の行方を検討するんじゃなくて、住民向け説明会を検討したい、うん、まこれ、ないってことはですよね、うん。やってないとことか、これもすごい話ですね。で、あの小池さんは、いや、そういう話は事業あの坂本さんが手紙を出してきたときに、そういうのは、じゃあ、事業開発事業者の方に行っていただきたいみたいなこと。まあ、亡くななる前はそんな こと言ってたんですけど、これは神宮外苑と、もちろん都市計画審議会で許可したし、規定緩和を認めているのは、うん、あの都,都なんですよ、そで,でそこでも、ものすごい高い超高層がビルが建ったら、ものすごい景観が変わるよということが、はい、今、ま、坂本さんはじめいろんな人たちが発信してくれたことで、あのこのね緑豊かな外苑の場所が様変わりするのを許すのかって話になってるんですよね。これ東京五輪の この開催の時から言われたことで森結局それは神宮っていうのは、うん、都心の手付かずのこれから開発してあの容積率やると大きな利権の巣になってるだけど、うん、なかなか神宮っていうところで手が付かなかったんだけどオリンピックっていうことでまあ国立競技場を建ててその勢いでもって神宮球場と秩父平奈々楽部に入をンして、ね、あれあれそこに今度なんかねいろいろ日本青年会なんか高層ビルを建てって。 でそこでそのまあえー、明治神宮その、自分たちの土地を使いたい有効利用したい明治神宮と不動産開発で人儲けしたいあの三井不動産と伊藤忠とそういうところが絡んで大きな利権が動き出したっていうそういう中であとはあの問題なのは環境問題で環境問題さえクリアしれゃ環境問題と住民対策をすればいいという。でじゅ とともかくをどどどどんどんどんんなげてていいこうという話になってるわけですよ今チャットでね森吉郎案件だから東京五輪同様動き出したら誰も止められないっていうコメントがありましたけれどもでも世界の都市はニューヨークもロサンゼルスもそうですけど今必死にそのグーグルも協力して空中からどれぐらい今街の中に緑があるかっていうのを非常に細かくマッピングして このマッピングをしながらどこに緑を植えていくべきかってことを必死にやって今ね木を増やしていってるわけですよそれ世界の塩都市はその一方で東京で小池さんとかもあんな SDGs とかマークって誰も持続可能ですからねそれと全く真逆のことを木をねこれだけの資産の木を切るってことをやってるっていうのは全く世界の塩都市の方向からもあの 逆行ししししてててますすその sdg とかってあんな本当にバチ外ほいですよねだからこの、まあ、神宮外苑のね緑っていうのはこう一つはもも森になってるわけですよ。うん、それを一個一本,一本バラバラにしちゃったら大変なことになるんで移植するからいいとかね植え替えるとそれでこの一番その焦点になってるこのイチョウ並木はこれ絶対保存するから大丈夫だって言うんだけど市川先生に言いますと、うん、あの。 えー、調査見るとこのイチョウ並木っていうのは全部健全な木みたいなことが前提になってるけど、うん、これを一つずつ調べると相当傷んでる木があるとうそういうものに近くに全く別の樹脂を植えたりいいすそれこそ日陰になったりすると確実にそれがみんなダメになるそういう基礎的なことも何にもその検討しないで大丈夫みたいな<ー>何も根拠ない大丈夫大丈夫口だけで言ってるようでほとんどこれは調査の手をなしてないということを言ってるわけです。 エノコの産後移植ととちょっと似てますね、うん、あれも移植すれば大丈夫ってねそうそうどんどん死んできました、ね、そうですね。だからそういうことで、うん、まあ立ち止まって考えるっていうまあ札幌のオリンピックもそうですけどもねオリンピックって何でもまかり通る時代じゃなく、うん、もうなくなってるれば<だ>で<も>大失敗だったことはね,そ,ねその後の五輪汚職を見れば明らかなのにね、うん、これまでねおまけに、ね、行きがけの雑誌で持っていこうかっていう話ですからね。うん、こんなもん認めたら、ね、東京都民 日本国民も含めて恥だね <laughs> 今コメントでね都庁の会見でもこの件を突っ込む記者は全然いないとのことと。いやあのね,ね確かに聞いたんですねでうち,のうちは東京新聞はあの他の省庁はそんなに置けないんですけど人どんどん減らしてるんで都庁は結構あの担当記者がいるのでこの件ちょっと突っ込めないのかって言ったらそういえば最近あんまり質問出てないですって言うからいやそれ,それこそ、はい。今一番かないに <laughs> だけどまあ東京都がやれることには限界があるんでねみたいな話をするから東京都が言ってることじゃないですか東京都の事業計画をね,ねあの承認してるわけだし、うん、それに対して別に見直しすることはできるし、うん、その権限を持ってる役所なわけですから、ね、ある種の小池百合子さんからすると見せ場なわけでしょ、うん、森喜朗さんとそんな仲良くないですからね。 ここでやっぱり彼女が、じゃあもう一度、まあ、よく話し合っていただきたいとかね。よく事業者側に説明していただきたいとか、そんなことばっかり言ってんだけど。事業者とも。関係が。できてのかなっていう感じもしますよね。それはやっぱり、何たって、三井不動産。伊藤忠。明治神宮です。だからね。これ東京新聞には全面広告出てないんですか。うち出てないですね。出てないのにね。それは、でも勲章じゃないですか。それこそ。そうだけど、多分影響。 いやでも東京新聞一番書いてるじゃないですか。すね、一番書いてるのにね。ねうん、書いてるからもあそこはダメだっていうのはあるかもしれない、ね。ね、ずっと一面で出してますから、ね。でも朝日新聞も書いてるんだけどもね。うん、それでもまあだけどこれはやっぱりメディアがきちんと対応しないとメディアも一緒にホー覆らえてしまうね。はい、だからその確かにそのねメディアにとってみれば小池さんとの関係とかまあ関係記者クラブと。 ちょっとと似似ててるるんんですよねん岸田さんと似てるけど今、フリーの横田さん、入れない、うん、フリーランスは入れてなくて、うん、各社一人だけだって、もうね、もうコロナこんなふうにあの緩和してマスクつけないでいいって言ってるのに、一社一人あの、クラブの記者しか入れないから、だからアクターは入れないって、メディアも一緒にこう淘汰されるっていう、そういうことの危機感っていうのは、うん、もうちょっとメディア持っていいもら、はいたいですよね。